どうも、クロシクロです。今回ですけども、ミッキーさんのコースやりたいと思います。進みながらスピンジャンプするとマリオが虹色のおならを出す？もうこれすごいけどな、ほんまにそれやったら。もうカメが大量におるな。虹色のおなら？進みながらスピンジャンプね。だからまあ、いきますか、それやつじゃあ。ミッキーさんは結構エコース作るからな。タイトルがすごいな。ほんま！うわ、ほんま！虹色。確かに虹色やったな。え？虹色やったさっき。確かに。スローにしよう、もう一回。うん、ちょっとまあ、編集でなんとか。あ、ほんま！うわ、ほんま！虹色やったで、完全に。うん、確か虹色。レインボー。うん。なんでやねん、あれ。レインボーの。ほー。おならすごいな。すごいな、これ。やるな。やるというか、まあ、発想がいいよな。はい、次行きます。今度ね、これ。クソ。マリオのやつ、今度はスカシッペで済ませる気か。けど、くせえな。まあ、スカシッペはめっちゃ臭いからな。花ちゃん。花ちゃんの場合はスカシッペになると。うん、全然ワイルドな子供でも何でもないやんか。ワイルド。普通の子供やん。よし、行くか。うーわ。あれスカシッペなんや。あれもうレインボーだな。見えるけどな、もう。うん、全然透かしてへんしな、マリオ。確かにな。完全に音だけなっとったし、うん。ちょっとあれやな、言い過ぎやな、これは。これについた。うん、これ大きさすぎるか？修正。マリオな子供びっくりしとんね。修正かけてもらう？かけてもらう。無理やろ、もう。はい、次ですけども、このコース行きましょうか。ディディーコングとツタのジャングル。ディディジャングル。ハマコ。ハマコさんはね。まあ、これ絶対 A コースやわ。A コース作ってきますね。もうなんか A もん、名前が。うん。確かにマップもなんかおもろそうだったし、サムネ。うわ、ディディ。ん？あー、なるほどね。あ、ツタが。あー、こっち系か。あー、ディディを使ったコースね。あー、なるほど、なるほど。おもろいな、これ。うわ。結構確かにむずいんちゃう、これ。あー！うーわ、切れたやん。もうディディから。あっ、くそ。あー、これおもろいな。うわ、うまいこと。むずいやん、これ結構。よっしゃ、いこう。危ない。や、上で。まあ、上から？あれ？あ、だって。なんかリズムちゃうぞな、こいつら。前とリズム変わったぞ。あ、むずいな、これ。え？あら、うーわ。あら、どこどこどこ？やばいやろ、これ。危なすぎやろ、これ。え？ワンワン。え？ワンワン完全ランダム。あかんかん。いや、ワンワンこれ多分規則性あるで。規則性あるな、これ。おー、いった。来たよ。うわぁ。焦りすぎでしょ。そういうことか。やばい、さすがやって。これ答えやろうか。オールコースだから。まあ、これでもいけるで、俺。これもまあ 5% ぐらいなんでクリア率。まあ、多分誰でもクリアできると思うんで。これはまあ、3。一発でいったろうかなー。まあ、不得意、不得意、得意とかあるけど、まあ、木登り得意な。得意やな。ていうか、何でも基本得意やけど、俺。登り棒とか？うん、登り棒とか、ジャングルとかな。ジャングル？うん。何言ったん、こいつ。これ真ん中でこういうの得意。絶対暗いなと思うな。ジャングルは得意やで、俺。そう、下やで、多分それ。上なんですよね。見てたんですよね、さっき。いっちりね。おーい。よいしょー。よいしょ、ほらー。これコインとこがセーフってことか。まあ、そうだな。よっしゃー。中間？ほー、まだ行くか？中間って 5% ってこと結構むずいんやね、やっぱ。あ、ここやな。アウトー。コインあるやん。コインの上に。コインの上にあるってことは？コインがあって。お次はしたい。うお。よし。やばいな、あの花ちゃんの。あれ？これは？これ真ん中やろ。はー、きっちりねー。いけるなっとんな。ディディコングもう一回欲しいんやけどな。え？あ、ウニ。嘘。あれ？コインない。あー！うーわ、これ飛ぶやん、しかも。飛んでないやろ。飛んだやろ、さっきは。嘘。ほんま。まあ、そう残念やったな。いやー、これむずいな。おもろいよ、確かに。同じミスを繰り返す。なんでコインあるのしちゃうねん、これ。なんでやんねーん。上やで、ずっと、ずっと、ずっと上やで。なんでやんねーんやな、これ。きついな。なんかあそこ地味にツタあるもんな。チリン。この次はむずいやろ。ほら、飛んだ、ほら。あいつ。うわ。おーい！はい！ブラックパックまで取ったー。あ、そう、地味にブラックパックにしようところが、まだあれやな。いやらしい。
いやらしたことあるよな。これだからし。これ下じゃないもんな。別にパックンブラックじゃなくてもいいんちゃうかって。あれ？ちゃうやん。あ、ミスった。あれ結局どこやねん正解じゃん。イエス。最初むずすぎる。イエスバイ。最初のあのワンワンよ。むずすぎやん。危な。飛びすぎやろあいつ。メットはもう俺上おったら死ぬっていうことは知っとうから俺も。知らないな、これ。確実に。お、お、うわ、抜けていく？ゴールあるやん！よーい、やっせ！あー、来た！あー、音楽やな、ドンキーコングの。いいな、音楽。いや、楽しかったわ、これ。ディディってドンキーコング、1からおったもんな、確か。おったで。で、2がディディとディクシーか。ドンキーコングリストラされたの、ディディは今なおったというな。いや、これほんまエコーっすよ。いや、ええな。ナイスコープ。はい、次ですけども、反射神経を鍛えよう。やります。謎の人。ユイと Z さんが。まあ、この人もエコース結構作るイメージあるけどな。リフレックスゲーム。リフレックスゲームか。え？ああ。アウト。おお、どうぞ。アウト、アウト。何があった結局。だって、ブラックパックンが落ちてきてアウトやったね。一番右に。最初にまず。ほら。落ちてきやん、ブラックパックン。これ、止めるってこと？楽勝やん、これ。簡単すぎん、こんなん。これは簡単やな。うわ、せこいぞ、それは。缶の上から。とか言いながら、あれじゃん。はい、終わったー！間違えた！むずい。簡単じゃない？ちゃんとやれば。真面目やれば。真面目やらんかい、じゃあ。そんなふざけんだよ。あ、やばいんじゃん。これでも、羽生えたぞ、やたら早いな。確かにな。上で、できたら始末した方がいいわな。危な。来た来た、羽来た。え？羽来た。おお！マジか。結構むずいやん、これ。いや、羽が結構早いな、ほんま思った以上に。これどうやってクリアなんていうか。全部守り切ったらいいってこと。そういうことやな、守り切ったらクリアやろ。最初のは全然緩いんやけど、羽がやたら早いな。よし、羽早いな。結構危ないで。あ、羽来た。羽来るぞ。羽来たぞ。左。うん。右。真ん中。おー、危ない、危ない。うーわ。最後めっちゃむずい。しゃ。まだおる。あ、え？あー、これで。すげえな、これ。あー、そういうことね。イエーイ。ええコースやな、これ。これおもろいな。これはもっと上級にできそうやもんな。うん、普通にむずくできるやろな。ブラックパックの羽めっちゃ速いな。しかもなかなか見えへんから、上が。いきなり来るからな。ええコースですね、これも。うん。で、当然ですが、さすがに来たので引退します。復帰はおそらく。誰やろ、これ。もうどんなコースやろ、ちなみに最後、引退するコースでどんなコースやろな。え？あ、ジンギスカン？カンさん。カンさんやめてよな。なんや、このコース。え？めっちゃ手抜いてきたの、最後やのに。カンさん？うん、手抜きすぎやろ、これは。手抜いてたな、カンさん、ほんま。もうそれやることないやろな、と思う。もうそれは諦めたやろな、ほんま。引退のコース、こんなコースないな。引退するとき、こういうコースになるんやろな、俺らも。もしかしたら。これはあかんやろ。引退コース。まさかのジンギスカン。引退セレモニーがこれではちょっときついなって思うわ。あー、終わってもた、引退セレモニー。あー、早かったな。ジンギスカンさんのコースまだないんかな、他じゃ。もうあんま出してないってことじゃない？見てみようかな、一回。ちょっと見に行くわ。ザ・ラストミッション、総集編。あ、あるやん、ほんま。作品。0.74%。番外編。ピンコン大使の確信、達人番外編あるやん。何これ、やってみようかな、一回。リアルカシオペア？もう意味がわからんわ。リアルカシオペアだ？うん、何でもやろ、リアルつけた何でもやろ。なぁ、これ。あ、おぉ！あー、これか。道を作ってから。そこも撮ったやん。歌舞伎。俺一回しかチャンスない。あ、あかんやん。取れねえよ。何も取れへんやんけ。結構むずいな、これ。あれ？あ、出てた。
上どうやって取るのあれ。え、上だから。とってもだ。どうやって上取るのあれ。上どうやって取るの。確かに P で踏みながら思い、あ、そこで折ってなった瞬間にジャンプしたら取れるんじゃん。そこで取れた。あ、もうあれ取れるやん。取れた方がいいな、さっきあれ。あ、でっか。ああ、そこも取れそう。これいけるんじゃん。あ、いけるな、これも。ブロック叩けたらな。え、お、それ踏んでジャンプできんの。お前、どうしようこれ。このままジャンプ。あれ無理やん、これ。壁蹴り使っていったんじゃん。コイン取ったんじゃん。ジャンプ。あ、いけるやん。いけるこれで。いけるやな。いけると思うけど、わからんけど。あ、いけるやん、これ多分。ほら。最後。どこ？ジャンプするしかない。ジャンプ。オッケー、いった。不器用な取り方やったな。ゴー。結構むずいな。番外編。うん、番外編結構むずかった。ピンコイン返す達人。カンさんも引退か。もうカンさんもおもろく好きだったけどな、うん、一回バンされてから多分心が折れてもだな、多分。まあ、バンされて確かに、もう一気にテンション下がるわな。うん。はい、じゃあ次ラスト。これいきます。そのとこに P スイッチあったの？ネタ。もうベストタイムの人ってごっつい可愛い。デュオフェイスって書いてある。ごっついな、デュオ。全然デュオじゃないよ、ほんま。顔やばすぎやろ。おかしいやろ、顔。うん、最近あんの流行っとんな、ほんま。まあ、リアル系も流行ってほしいな、最近。え？は？は？どういうこと？え？クッパ踏んだ。え？どういうことやろ。どこなんて？クッパが持っとったんじゃない？てかね、クッパ死んだ。知らん。落ちたから死んだんじゃん。落ちて真ん中出さんやろ、いつも。確かにな。グオーやったけどな、クッパ。どこにあったんやろな。なんなんの？わかんねえ。わからんね、最後。全くわからなかったけど。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたと思います。まあ、ジンギスカンさん、まあ、引退してしまったんですけど、最後コースは残ってたんでね。いくつか。残して、総集編のコース。まあ、これもまた、いつかやりたいなと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。